で、これ一応言っておくと、訪問っていうのはスキルいらないですね、マジで。渡してくるだけなんで。で、場合によっては、いないときに持っていく方が効果的なときあります。定休日の日とかに、物を持ってて一文添えておいておく。またお邪魔させていただきますみたいな、いないところで。で、なんかね、これはね、日産かどうかの、まあ、車のね、大手車の営業マンが、その月に 10件、車を毎月売ってるっていう人がやってる戦略で、いないときにわざと訪問しておいてくると。そうすると、すごくすごく奇特な方がかけてくるんですね、電話を。それをやり続けた。で、そこでせっかく捕まった人をどん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 信頼性を上げていって、常にその人たちを増やしていけば、常に仕事が来る状態。でもその方も結局体力行動ですよね、普通に考えて分かるのはね。だってそういうやり方だから、まあその辺はね、いろいろ頭使えばやり方あります。テレアポでアポっていうか、テレアポで資料5の OK をもらって、そこに訪問で持っていく。これはまあ一応一番、一旦見込み客を削ってから行く方法です。ただ、テレアポって結構精神的にしんどいです。あと、訪問っていうのは、時間帯効率が悪いので、そんなんやったら、そこの地域ぐるぐる、まあ、よっぽど田舎じゃなければ、歩いといたらいっぱいあるんで、美容室って。だから自転車とかバイクで、どんどん行ったら訪問した方が早いですね、結局は。結局。いや、テラポってやっぱ苦手なんでしんどいんで。で、訪問した方がやっぱ一番いいよって話ですね。で、あとは、訪問はお金はかかりません。それ時給を無視したらさ、ご自身の。けど、考えてください。新人セールスライター時、まあ仕事してないと仮定したら、時給もクソもないですよね。お金が発生してないんで、その人の人生に。新人セールスライターは。まあね、発生してないんですか、発生してませんだってことはむしろ訪問してない時間の方が損失になってるってことなんですね、まあ、っていう考え方です。時間かかるからそれは時給になるじゃないかっていう、そんなしょうもない上げ足をやめてくださいね。でも現実的にはお金、まあ、これだけで言ってますけど、あなたのビジネスが悲惨な状態にあれば、あなたには時間と靴があるよってことです。何かって言ったら、その暇してる時間とにかく歩いて客に会いに行けよって話です。そしてリストもいくらでもありますね。なので、まあ、スタートアップの時はやっぱりこれをとこれをうまく組み合わせたりとか、まあ、この辺でやるしかない、現実的にはやるしかないわけです。まあ、資金力とね、リストが多少余裕があればこっちで勝負かけてもいいわけなんですけど、すごく問題なのがこれ長期的なクライアントを取るための施策なんですよ。単発で利益出る設定にしてないでしょ、結局は。単発で、だから僕、美容室出版を、やらなくなったのは、単発で利益が出る仕組みじゃないし、リピートなかったですね。リピート全然ないです。けどね、単発で利益が出る金額で売れるわけないでしょ。休眠客、集客代行が。絶対無理ですよね。だからやっぱり、クライアント集めて素晴らしい人と長期的にお付き合いしていくっていうモデルなんですね、これは。って考えたときに、全国でクライアント取ってもね、仕方ないんですよ。で、僕のやつなんかやったら、今回一番取れたとこが治療院、宮崎のとか、北海道か、福岡ですね、とかなんすよ。なんで、まあまあ、休眠客とかね、趣旨が違うんですよ。これはテストでやってるんで、全国反応あるかなっていうテストやって、だから結局、やっぱり現地で取らないといけないですね。って考えたら、リスト広げたら、ファクスでもしんどいですね、結局。なんで、まあ、こことここがね、すごく有効です。